どうも、フィッシャー周期です。何歳？中尾元明の方。今、大阪にいます。大阪いや、久しぶり。アスレチックです。やったー。フィールド系のアスレチックっていうよりかは、上に行けるタイプです。なぁ、ハーネスつけるんだ、ね、そう、ハーネスつけたりするってアスレチックだから、だいぶ久しぶりだと思うよ。そうだ ね、こんな駅近にあるんだ。そうなんですよ、天王寺駅のね、本当に近くにあって、パンザっていうアスレチックなんですよね、はい、ソラルンっていうやつかな、っていうのをちょっと今からやってきます、うん、コースがいろいろとあるみたいなんですが、うん、まあちょっとそれは状況に応じて変えていこうかなと、うん、はい、まあでも来たからには一番難しいのやりますけど、はい、近くに天王寺動物園あんだよ。この辺にさ、軽くパンダとかさ、こうなんか、いや、パンダはダメ。パンダパンダいいじゃん。きっと子供喋ってないけど、どうした。やだ、高いところが苦手なんだよね。いやだ、だ高いところなんかすんのがやだ。でもだって今日全泊したホテル10階だったじゃん。だからホテルは大丈夫なんだよ。もうじゃあまあとりあえずでも今日は頑張ってみて、頑張れるとこまで頑張るけど、ちょっと上にいてちょっと2時間っていうのはちょっとやめてもらいたい。だから俺だってやめたいよ、そんなやめてやってるじゃん。だってってか、そういえば高いところ大丈夫なの。いや、なんか俺も全然ダメなんだけど、うん、大丈夫なんじゃないかと思い始めた。え、マサイはこれは大丈夫。いや、そう、あ、大丈夫、ハーネスあるなら大丈夫。ああ、安全装置の信頼すごいもん。ここ2人だけなんだね、多分大丈夫だ。まあね、俺も高いのは怖いけど嫌いではないから。まあでも高いところが怖いは普通か、うん、まあそれを楽しみに来てる。まあだからそれを楽しむんだよね、うん、っていうやつだから。うん、まあそういうやつだよね。じゃあ今日ちょっと目いっぱい楽しんでいきましょう。はい、はい、挑戦していきましょう。やったー。やはい、それではね、無事ハーネスつけ終わったんで、はい、はい、ここから、行きましょうか。はい、鳴らしていきたいんで、2、3といきます。あなたたちはもう別に多分大丈夫だろうから3回行っていいっす。ここ大体はしごとかになってるけどさ、こういう感じになってんの面白いね。ね、遊び心ワクワクするわ。行ってらっしゃい。えい、頑張って。あ、結構大変そう。左手ほぼ掴まんでいける。いけない。そう、早くて正直でよろしい。きつっ。あいつ足の毛剃ったな。お前、綺麗だな。上空で気づくのいいね。こちらをしっかり読んでからチャレンジしてみよう。1、怖くても最後まで頑張れ。おお、ドドン。アドベンチャーコースは基本リタイアできません。ドドン。そう。2、スタッフの言うことをしっかり聞く。オッケーね。3、自分のできる範囲でチャレンジする。お、無理。4、遅い人は攻めない。5、ジップラインは1回だけ。まあ何回もやるなよってことだな。すべてクリアできたら自分を褒めよう。頑張れよ。こんな感じだね、コース。はい、行ってらっしゃい。行ってきます。よいしょ。はい、着いた。もう2回着いた。早い。結構2回すぐ着いた。なんだ、顔洗ってたの。ファイトだ、ザカオ。頑張れ。お、いや、ザカオ筋肉あるからね。パワーあるね。結構ガシガシ登ってるね。ここまで？あ、でもここできんだったらいいやん。いよいよザカオってなった時に救急車の音めちゃくちゃ入るの。登ったシーン全部音、ブーってサイレンだったから、ちょっともう一回やってくんない？やだ。そして喋ってないから大丈夫。よし、ここ渡るか。俺もちょっと先行ってるわ。うい、一本綱。早速シルク上見て。なんだよ。ほら、俺いる。あ、ほら真上にいんだ今。めっちゃ揺れる、めっちゃ揺れる。よいしょ。はい、オッケー。ふう、高いもん高いね、怖い。いや、これ本当になんか面白いな。なんかクレヨンを登ってるみたい。カラフルですごい綺麗。やばい、でも久々に登ってくると高いわ。ああ、高いなと思う。え、なんだかんだ1年ぶりぐらいなんじゃないかな。そうだよ。なんかようやくフィッシャーズ帰ってきた感じあるな。そうだね。うわー、夏だわ。山本行け。よっしゃ。はいよー、登れた。普通に高い。だいぶ腕の力使うやん。やばいやばい、いけないかも。待って、マジでいけない。本当に？やばいね、これ腕。やばい。重力が。重力が。重力ちゃ。お前どうしたんだよ。余裕あんじゃん。何それ。いや、やっぱコダホを抱っこするようになってから、うん、ちょっとだけ腕力ついたんだよ。ああ、やっぱそうだよね。コダホって何キロ？12キロプラス命の重さだもんね。命重いよ。よし。はい。まあ俺らはね、ちょっと2回を制してからね、スピードで3回行こうかなと思います。俺今日座間を楽しませる当番だからさ。え、待って、怖くない？怖くないっすかこれ。これだね。待って、怖くない？笑顔になっとく。一発ギャグ1回やるわ。よし。まさに撮影しながら渡れるようになってる。なってる。
みんなで進んでいこう。こんな感じでちゃんとお前のためにやるから。カルボナーラ混ぜるやつ。ちょっと怖がってるから笑顔でさせてあげるぞって一発ギャグやってるから。なんでそんなところでさ一発ギャグできんの。まあ面白いことやってるやつ、なんかやってるやついる。よかった、滑ったらね怖いからね。これはね、横の、まあ、ロープ使わないでもいけるんで、これうん余裕ですね。体重制限120キロまで OK ですからね。そうだな。今100いくつ。 118.5 めっちゃギリギリだ。怖すぎんだけど。来た来た、最後登りたくないんだよ。よし、あー次ね、真下見えるんだよね。アクリル真下見える怖いよな。ね、2階どころか1階の地面まで見えるんだよね。これ透けてる。スケルトン橋です。スケルトン橋です。カラフルでいいな。これこういう風に邪魔してくる。え、何見てんの。いっぱい鳥飛んでんだよ。こういうの割れないよね。イカゲームだったら割れるんだよこれ。まあ、ちょっとわかんないかもしんない。あーまずいな。うわーやばー、すごいよ。おい到着。じゃあこのネットゾーン、これネットゾーン行くよ。ほらここはなんかちょっとでも安心ゾーンだよね。普通に楽しいとこ。ネット踏んでる時のこのギュムギュムって感触が好きなんだよ。気持ちいいんだよ。もうちゃんと高いからねこれ。待って、なんか引っかかった。はい、よし。はい、じゃあそこはねちょっと安心ゾーン。この目の細かさだったら子供でも平気よ。なんかでも坂尾の叫び声が聞こえると頑張ろうと思える。よいしょ。はい、くそ、もうなんでこんな揺れんだよ。普通にもっと固定しとけよ。まあそういう作りでございます。いや早くどいて。ありがとう。早くどいて。すごいすごい、なんだここカラフル、綺麗綺麗。なんかすごいいろんなネットに邪魔されるんだけど。あっ、うん、オッケー、怖くない。これならボーナスステージ。あ、ボーナスステージ。もう全部下にこれつけてほしい。いやー、ついたついた。これいこうか、この丸太切り株か。ああこれこれこれめっちゃむずいわ。ああ、うらよい、一歩一歩がしんどい。ああ、よし耐えたぞ。ああ、ちょっとやった、これやばいよ。やばい、だって落ちるじゃん。どうやっていったのお前。ああ、 HP ゼロになった。ああ、おい、リボンのスクワロみたいな。なんで2階でこんな怖えんだ。難易度が高いよね、単純に。序盤だぞ序盤だぞ。しんちゃんの予告、序盤だぞって言ってるで、って言ってるでれれって言ってんじゃん。え、だってもう体重かけても怖いもん、この命綱に。命綱、命綱に腕で耐えて。あー、そう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 。ほぼ立ってる。ほぼ立ってはいたんだけど。もうやだ、ほんと嗅いで。待って待って、チルチル、うわー、さあどうする。リングの場所と、あとなんだろう、これ当選簿されてるなんかバッグの場所があるんだけど、まあどっちもむずっちゃむずいな。じゃあいっちゃんバッグ行こう。日頃のストレスをすべてぶつけてやれ。オーケー、わかった。なんかムカついてることあるかい。そんなない。おい。出前で飯頼んだのよ。はいはいはい。で好きなもん選んだんだけど、はいはい、足らなかったってパターンもあるかもしんないじゃん。はいはい。ラーメン頼んだ時肝心なスープがついてなかった。麺だけ。いや、なんかちょっと出前さん側のさ、ちょっと肩持とうとはしてたんだけど、それはやばいね、うん、やばいっしょ。スープがねえラーメンどうやって食えいいんだよ。こちらラーメン頼んでんじゃんボケ。なんで自作しねえ的なスープを炊けやがって。スープつくのむずいんだよラーメンよ。だから君たちにかかってんだろ。こちらお金払ってんだよ。1000円する麺ってなんじゃ。うるせえなお前は、何の話してんだよ。すげえとこから飛んできた怒りが。いや、一番ストレス溜まってない。あいつが一番溜まってんな。うん、せーの、オッケー。お前イケメンだな。ありがとう。うん、第一の難所は、まあ、クリアしたんじゃない。いや、俺久しぶりこんな頑張ったよ。え、もしかしたらあれだ、昔俺だったらここでやめてんもん。あー、多分ね、あの、戻ってたね、今のね、多分。おい、もずき、お前なんか日頃ムカついたことはないのか。日頃ムカついてること。なんでちょっともう怒ってんだよ。確かに、まだ切れんのには早すぎる。なんか早いな。あるあるみたいなとこなんだけど、うん、そのスプーンつけますか、うん、お箸つけますか、温めますかって聞かれるじゃん、うん、で、まあ温めるのは大丈夫ですって、うん、で、まあレジ袋くださいって言って、
で、まあ、お箸もくださいって言ったの、うん、家に帰って見てみたらお箸が入ってない。なるほど。聞いてきたのはそっちだろ。前は何を食べようとしたんだ。焼きうどん。焼きうどんはお箸で食べるもんだろ。パーでは食えねえ。パーでは向いちゃいました。甘栗みたいな顔して。なんだこいつ。お箸つけないのにゼリー用のスプーンはつけてくれたの、ありがとう。なんでそこだけ気が利くんだろう。これやろ。じゃあすっきり。前たちにイライラするエピソード振っといて、こんだけ時間ありながら思いつかなかった自分がムカつくよ。なんでお前こんだけ考える時間あったのに何も思いついてないんだよ。ほら、なんだお前は。ミリケンさん、ミリケンさん、お前人に言っといて自分やんないのか。ほら靴ずれが一番ムカついてる今。ちょ痛いね。地味に腹立つねそれ。だんだんイライラしてきた。あ、一本の木にちゃんとねこう足を置ける場所があるやつだ。これは比較的行きやすそう。ふん、よーしいいぞ。この足運び見て、こうやってね。オッケー、クリア。熱っ。まあ難易度低かないかな。でもさっきよりは楽。おー、うまいうまい。あれ超えた経験でかいな。これ超えたら結構面白そうなスペースだよ。よし、順序踏んでちゃんと行ってるね。ここなんかね、シャワー降ってる。めちゃめちゃ濡れるよ、ここ。滑るじゃねえかよ。滑るじゃねえかよ。水出てんのよ、上から。ここ。まあでも夏にはいいな。うわ、涼しい。気持ちいい。おー、気持ちいい気持ちいい。おー、あー、ここ魅力的なゾーンだぞ。ひんやりゾーンっていうね。ほら、白熊さんがね、紹介してくれてます。かわいい、この白熊。すごい濡れてるよ。めちゃめちゃ濡れてる。めちゃくちゃ濡れてる。こちらのパンザって書いてあるね、このコアラとか、テナガザルみたいなのがね、街をこう駆け巡ってる。このクライミングウォールをクリアして3階に行きます。かっこいいなこの壁。このホールドが掴みやすいからね、まだ全然余裕がある。うん、ちょっと足が離れたところに落ちないといけないから。ああ、おーい、どうなってんだよ。引っかかるなお前。あ、また引っかかった。クソ、お前ついてこいよ。観念のないやつは俺んとこへ来い。これちょっと動画で言うのもあれだな。お、3階に上がれるな。うわすげえ、上にアルセウスいそう。おお、よいしょよいしょ。あ、着いた着いた。こう見ると結構急な階段だな。あら、ビリケンさん、隣動物園だから動物の声聞こえんな。よし、もう中盤じゃね。まだあるか。まだあるね。合流するね。あいつらも3階上がってくるらしいから。うん、よし次。なんかさ、フィッシャーズよくアスレチック行くじゃん。うん、だからコツとかないんですかって聞かれるんだけどさ、腕で体支えてあげる。体重一気に全部かけないで歩くっていうか、こう猫ちゃんのこう忍び足みたいな感じで。この時はどんな猫ちゃんが好きなの。あ、みかんが好き。坂本ちの嘘。坂本ちの猫。なんだ、あの猫の種類とかじゃねえんだ。猫の犬種じゃないんだ。犬種。ね、猫の犬種って何。犬猫。猫の犬種って何。まあそういう感じでね、はい、ちょっと体支えてあげるといい。木ってすごいよな。俺たちを支えてくれてるんだぜ。この地形に木があってよかったよ。一緒に守っていきましょう環境を。ギョー。ムカついたこと思い出した。今この間煽り運転されてさ、15分ぐらいずっと無視し続けてた。一本道で。でその最後に一本道なのにあいつ逆車線行ってバーって行ったの。そしたら白バイに捕まってた。それさっき言えばよかったの。本当だよ。行ってくる。はい、行ってらっしゃい。はい、頑張って。あ、でも距離はそんなないな。おい、着いた。ネットって体力使うんだよな。一番使う。あ、これロープ細い系のやつだ。やっぱりね、細い系のやつはね、握力必要なの結構。いや、頑張って片手ロープ。パワー is power。 ほら、おー、着いた。ちょっと大股で。よっしゃー、たどり着いた。たどり着いた。これ、ほんとマジ、いっちゃんきついまだ。ね、いけいけ、パワー見せて。顔、とんでもないことになってる。顔、顔。ちゃんと、これ落ちると一番めんどくさいから。確かに。もう頑張れません。ぐねぐねきつそうだな、またあれ。そう、難しいけど、あっち行くのが、いいんじゃないかなと。うん、思いました。分かった。あとちょっとででもジップラインでね。今すごい全員映ってるわ。お前イラストリだよ。あ、俺もう一個先行ってくる。これも大変なやつだ。あ、もうね、足場がグラ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 やばすぎる。終わりは見えてる。行くぞ。お、みんな集合してるやんねえ。あれ、青いビリケンさんだ。あ、似てるわ。ダホケンさん。ダホケンさん。ビリケンさんのビリって何なの。確かビリビリのビリ。あれ感電してんの。あれ感電して筋肉が引きつって笑ってんの。だから金色なんじゃないの。ビリケンさんはなんでビリケンさんって名前か知ってる。ヒカキンさん。ヒカキンさんじゃない。ヒカキンさんはなんでかっていうのはあの本人に聞こう。ビリケンさんってなんでビリケンさんなんですか。
って街の人に今聞いてます。なんでビリケンさんなんですか？知ってる方いますか？やっぱり顔を回せてくれないどうしよう。ありがたいことに Google で調べてくれてる方がいます。え、アメリカの大統領のニックネーム、あ、ビリーっていう愛称のアメリカのすごい人がいて、その人を取った。なんかよくわかんないけど分かりました。だからアメリカ村とかあんのか。あ、アメ村ね。あ、確かに大沢にあるもんね。アメリカ好きなんじゃない、多分 USJ とかもあるもんね。あ、そうか。はしご系はいけるんですよ。はしごで、なおかしかも手すりがある。ああ、そっか、長旅でしたね。もうそろそろ終わりますから。口元全然笑ってないよ下手くそ下手くそすぎる。覚えたての笑顔やめて階段がね、揺れるね。ああ、これ怖いぞあのさ、下りだから怖いのかな。うん、下りだから怖いわ。ここ多分最後、一番むずいとこ。あっあっうわおい目の前のハーネスのどかし方よ風だ風だ今日初めての風じゃない風だ君のゴールへの追い風。はい、ナイス。どうぞ行ってらっしゃい。これもジプラ行っていいね。え、イタリアの方ジプライン足元見れば着手できるね。オッケー、分かったね。日本語をね、このイタリア語のように喋る、これね、あのジャポリア語って言います。行ってくるね。うん、行ってらっしゃい。なんでそこイタリアじゃねえんだよ。あーあー、あいつさ、最後のジップラインあのテンションどうなん。あーあー、立てね。行ってきます。後悔の残らないトラベルーニョ。アジプライン行ってくるーニョーいいね。うわーめっちゃ早い早い早い。やべやべやべ、マトリックスみたいになった。やばい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 。ちょ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 折り方え鏡の中のマリオネ。カンパネラマルゲリータ早く行け。エースでわさびのリーニョ。わさびのリーニョ適当すぎない。わさびのリーニョは何でしょう。花でか、衝撃やば。ゴールだー、一発ギャグ見とく先に。元気出す、元気出す。こんな高いところで一発ギャグするのもなかなか珍しいよね。んチェッチェック。はいはい、頭からつま先かゆい衝撃ね乾燥肌。笑顔になった。おもろかった。よかったよかった。これでもう元気になったから一緒に行こう。頑張ろうね。さすがに3階は高いな。うおー、あ、でも下にトランポリンあるから、あそこに落ちたとしてもここに戻ってこれるって俺の推測があるんだけど大丈夫かな。おお、いいぞ。つかんだ、いけるいけるいける。きたクリアした。おお、すごい。あの坂尾が3階層クリアした。初めてじゃない、この最上階クリアしたの。やった限界突破、フィッシャーズ史上歴史的瞬間に今立ち会ったかもしれない。やばかった。やったね。この下りの階段を行けば、いや今日これはいいんじゃない。成長の過程が取れてるよ。坂尾くんクリアおめでとう。うおっしゃクリアだ。うおっしゃ帰ってこれたぞ。クリアだ。やったすごいな、あれ見れるだけでいいわ。達成感に溢れてるな。坂尾おめでとう。すごい坂尾、ありがとう。何してんだよ。今の何外れてたの。よくやったよくやったよ。3階層の高所アスレチックをクリアできるか、結局クリアできましたね。じゃあ行ってきます。はぁー、着地を見て足を伸ばしのそのまま着地ーにょ。オッケー、あいてーそのまま着地ーにょ。オッケー、あいてー動画見てくれてありがとう。セガマリー、ツイッター、ヨットフォロー、やってもネタで登録が1000万、億でもか、チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。